伺いします。スタートに定評ある鈴木選手ですが、やはりスタート重視ですか？そうですね、もうこのエンジンだったらなおさらスタート重視じゃないですかね。そうなんですか、うん、苦手なレース展開っていうのがあると思うんですけど、どんなレースか？もちろん誰でもそうだと思うけどね、当選なのとやっぱしね。あ、そうですか、苦手なレースとか。雨の日なんかは？雨は別に嫌いじゃないですけどね。あ、そうなんですか、普通と同じ、晴れな日と。そうですね、まあ晴れ予報も雨の方が好きですけどいいんですね。あ、そうなんですか。逆に得意なレース展開っていうのはどんなレースですか？そうですね、得意ってのはやっぱしスタート切ってね、でも最初から一人で逃げるってのはあんまり得意じゃないんですよ、やっぱり一人か二人に引っ張ってくれる人がいて、それをついていってさばいて頭を押さえるっていうレースが一番好きだし、ここまで勝っていくと思うんですよね。じゃあ最後に、今後の目標みたいなものを。そうですね、もうちょっと今のところ成績がね、下がり気味なんで、もう少し上の方に行きたいと思ってます、ね。はい、した。じゃあ頑張ってください、皆さんのオートレースで熱い体験してみませんか？レーシング 4U